彼女は作ろうとするな。なんでかっていうと、この彼女を作ろうとしてる状態、これが良くないから。これが男として本当に魅力的じゃないから。ああ、彼女作りて、彼女作りて、なんで彼女できないんだろう、俺。彼女できないでこのまま終わっちゃうのかなって思ってるお前。価値が高い男ですか？うん。価値が低いからそう思うわけじゃん。その状態で彼女を作ろうとしたら、お前はその価値が低い男オーラ満開で女と接することになる。で、価値が低いオーラ満開のお前は女からして本当に魅力的に見えないんだよ。キモいとしか思われないんだよね。余裕がないんだもん。余裕がある男がモテるっていう理論はわかるでしょ？モテるやつがモテるっていう。なんで？モテるから価値が高い男って見なされるわけ。だからモテるんだよ。でも価値が低くてモテてなくて彼女ができなくて困ってるお前は、その真逆のことが起きるんだね。あいつモテない。あいつめっちゃ必死になってる。あ、こいつはモテない男なんだ。あ、価値が低い男なんだ。え、こうなるわけよ、女の子の頭の中は。だから、彼女は作ろうとするな。